はいどうもこんばんは、ラムノットです。ウィザリングルームやっていきたいと思います。ちょっと気になってたゲームなんですけど、まさか今日発売だったとはね、うっかりしてました。なんかこのゲーム 2.5D 版の、クロックタワーってなことでかなり話題になってたタイトルなんですけど、しれっと発売してましたね。でなんかレビュー見た限りだと、クロックタワーとサイレントヒルと、あとはフェイタルフレーム、日本語の光栄のホラーゲーム、何でしたっけ、写真撮るやつゼロとか、あんな感じの、雰囲気という話なんで、ちょっと楽しみですね。新作ホラーゲーム、早期アクセスなんですけど、一応最初から最後までもうすでに遊べる状態っていう話なんで、まあ、今回からちょくちょくやっていきたいなと思います。まあ、ちょくちょくやっていくのは何かっていうと、ローグライクっぽくて、毎回、迷宮が、ね、自動生成されていくっていうようなスタイルのゲームになってるので、毎回ゲームスタイルがちょっとずつ変わってくるっていうような。なんかね、こんなゲーム前もやったんですよね。ウエストマークマナーっていうゲームをね、皆さん覚えてますか？覚えてないですよね。だいぶ昔ですけど。というわけで、前説が長くなりましたけども、やっていきたいと思います。今回の動画も高評価ぜひよろしくお願いします。初見さんはチャンネル登録もよかったらしてみてください。コントローラーがね、使えるようなんで、コントローラー使いながらやっていきたいと思います。ニューゲーム、自動的にセーブされますよと。音量は大丈夫ですかね。いいですか。同時通訳できる限りでいきます。マッシン・ゲートハウス、1892年、ビクトリア朝からテーマらしいでしょ？ですよ。ナイチンゲール、あ、ちゃんと読ませてくれますね。ナイチンゲールは、彼女の父親によって、これモスティン・プライベート・アサイラムへ送り込まれたと。アサイラムっていうと、診療所というか療養所みたいなね。まあ、精神病院だったりもすることもありますけど。New patients must spend their first night in the gatehouse for observation. まあ最初の夜は、観察のために、このゲートハウスで一日を過ごさなければいけないと。It is there that Nightingale was awakened in the dream. そこで初めてナイチンゲールは夢の中で目を覚ました。ナイチンゲールです。インフレームズの曲の歌詞にも出てきましたよね。ナイチンゲールね。これで動きます。いいじゃん。あ、ヌメヌメしてる。あ、ヌメヌメっていうのはいい意味でね。ヌメヌメしてます。furniture can be interacted with A. 家具とインタラクトできるらしいけど。皆さんこんばんは。ありがとうございます。あ、ウエストマークマナー覚えてます。いやー、レアですね。あのゲームもね、クリアまでやりたかったんですけどね。家具でしょ？これドア開けちゃ、開かないですね。あ、椅子に座るとか。わ、すごいいいじゃん。あ、鏡があってね。鏡も多分ね、動くんですよ。サーチ。奇妙なコイン。かける2。十字架が書いてある。なんかビザンツ帝国とか、その頃の遺産も関係してるみたいですね。You need money in a dream. 夢の中でお金が必要な人なんているのかしら。 The weeks dragged on. My own motivation to help the guests play out their fantasies waned. I began to understand. A coin the favor. Stored for later. どっかで使えるんですかね。この辺のね、フレーバーテキストめっちゃ多いんで、その辺はもう、適度に訳していく感じで。やっていきましょう。もういいのかな？武器とかもね、あるっぽいんだよ。クローズ。ああ、これクローズしていかないとダメなやつ、もしかして。これもう自動生成、あ、なんかありますよ。ダークソウルみたいな。あ、ゆっくり歩けまーす。なんだろう。インスペクト、観察する。A corpse in a cage. 檻に入った死体。壁の穴を塞いでる。あ、ビアバン！うわ！動くじゃん。Y で？誰かが近くにいるとき Y で隠れる。嘘。嘘。
嘘。すごい可愛い歩き方。可愛い。C3PO みたいな。こっち向かないよね。あ、そのまま行きますね。いいじゃん。いいよいいよ。このままゆっくりゆっくり。クワイエット。どうやってしゃがんの？しゃがんのってもう舌が回りません。あ、来ましたよ。めっちゃ綺麗。思ったより綺麗。スペシャルプレイスメントログを読む。トグル。1891年2月24日。患者名、ミリー・アーウッド、13歳。エピレプシーと、inappropriate behavior。まあ、その不適切な行動が見られると。91年の、3月5日、14歳のエマちゃん。エマちゃんは、pending fires。あ、pending が切れて、fires。fires って何なんだろう？火遊びが好きってこと？まあ、なんか、その、アーソニスト的な？ 1892 年3月1日。ベッカ・メイソン15歳。disagreeableness。disagreeableness って何なんだろう？同意できない人？あと、頭痛。これはちょっとよくわかんないですね。医療用語はわかりません。1892年9月6日。ナイチンゲール・ウィリアム、15歳。私ですね、ペンディング。あ、ペンディングってことは今観察中ってことだね。うん。プレスワイ、ニアドワーズ。あ、これで、こっそり覗くことが。あ、ちょっと待って、この、なんだろう、右上の十字が、ゲージは何？あれ、開けられる？もしかして。何もないね。時計は？ A grandfather clock。 おじいちゃんの時計ですよ。全世界共通？大丈夫、キーホール。前にね、鍵穴がついてるって。またなんか鍵を手に入れたら戻ってきましょうか。オープン。いるじゃん。The creature has a key. あ、鍵持ってますね、持ってますね。持ってますよ。腰に。見えます。ここはどこだ？その帽子脱いだらいいんじゃないですか？見えるようになるんじゃないですか？足何ついてるんですか？ How long has it been? スティールキー。ウィーン。The item is permanent. パーマネント。The key to the front door of the mansions. あ、このゲートハウスのメインドアの鍵ですって。ハイド。メインドアってどこ？メインドアってこれ？これかな？オープン！危ない危ない。危ない危ない！出ました。なんか出ました。ホワイトシジルアボブザドアウェイ。あ、これね。indicates enemies cannot pass through。あ、ここのね。こういうサインがついたドアを通り越せば、敵はついてこれませんと。ラン。で、逆にこの、なんだろう、シジルがついてないドアウェイは普通についてくるってことね。皆さんこんばんは、ありがとうございます。よければ高評価ポチッと押していってくださると嬉しいです。よろしくお願いします。あ。あ、すごいじゃん。忍者。女の子忍者です。どこまで続くんだろう。また別の入り口じゃん。ピーク。覗いた方がいいのか。あ、なんかいるよ。魔女がいますよ。え、これ置物？あ、生きてるじゃん。何これ。これ何ここ。なんだろう、トム・クルーズが出てた。アイズ・ワイド・シャットみたいな。You are not supposed to be here. ここに行っちゃダメよ。Are you a patient here at Mansion Private Asylum? このアサイラムの患者さんですか？じゃあ、このアサイラムの患者。
今日声が出ない日。Did you come from the gatehouse? Gatehouse からやってきたのかい? Yes. ちょっと怪しいよね。You made it all the way here with no assistance. 誰の助けも借りずにこんなところまでやってきたの? Yes. 嘘ね。嘘よ。何?うわおい!ウィザリングルームス。いや、音楽もめっちゃいいしさ。1892年、モースティンハウス。モースティンかな?モースティンハウス。The pain of the flames subsides as Nightingale loses consciousness. And she awakens in a strange bedroom within Mosting House, still in the dreams.記憶を失った、記憶じゃない、意識を失いかけ目を覚ますとまたモスティンハウスにいた。まだ夢の中みたいだ。まあ、こっからが本番ですね。なんだろう、あそこの返事の仕方にねトリックがあるのかもしれないね。開けてから入らないといけないっていうね。これあれだね、手癖をつけないとダメですね。マネキンだ。何これマネキン。なんでマネキン置いてあるの。あ、ここもね、敵が通ってこれないところですよ。鍵が閉まってます。A rusty knife kitchen. あ、ちょ、ちょっとさ、今の英語ひどいよね。ラスティーナイフキッチンだよ。どういうこと?錆びたナイフの台所。逆です。The rusty kitchen knife です。It cuts quickly but has limited range. まあ、レンジが短いけど。物理ダメージ5、出血ビルドアップが5、で、ポイズンインパクト、ひるみゲージが3。いいですね。かわいい。この、やっぱ不慣れな感じがいいよね。ここにもまたね、キーホールがついてます。オープン。開かないんですけど。あ、これね、ほら。ほら。金を出すんだ。エンターコンバットスタンス。あ、これでね。で、ストレイフレフト。ストレイフレフト。特に何も変化起きないよ。アンダーカバー。リリース。え、ドッジバック。ああ、こういうことね。ワイルドランニング。あ、これでローリング。ファイヤーン!誰です?アジア人じゃん。スピーク。I'm terribly sorry if I frightened you by just appearing like that. 本当だよ、マジで。さっきみたいに現れてあなたを驚かせてしまったのならごめんなさい。I'd like to observe new arrivals to make sure they are not violently deranged before allowing them out of the room. なんかこの案内人ですかね。新しい新人さんがここに来たら、ね、観察するのが好きなの。彼女たちがちゃんと部屋から出られるかどうかをね。I am Margaret Blackett. 私の名前はマーガレット・ブラケット。このアサイラムの管理をして、私の父、ドクター・ロバート・ブラケットと共に。なるほどね。あなたはナイチンゲールよね。Let me first deeply apologize to you for being set on fire as soon as I arrived here. ここに着いてすぐ、あなたのことを、なんて訳そう。火で燃やしちゃってごめんなさい。いや、ごめんなさいですまねえよ。I assure you that responsible party has been severely reprimanded. I'm not familiar with your case history, but you may be wondering if this is all a delusion. I can assure it is not. もしかしたらこれが幻覚だとでも思ってるかもしれないけど、これは夢でも何でもないの。本当よ。You've been drawn into a phenomenon unique. 不可解なことに巻き込まれてるのよって。このモースティンハウスの。It's a sort of dream or nightingale. あ、ナイチンゲールじゃねえ、ナイトメアだ。夢というか悪夢というか。Weeks will pass here during a single night in the real world. 現実世界の一晩でここでは一週間が過ぎる。I'm sure you have questions.質問はたくさんあるでしょうけど、
できる限りの答えはするわって。エスケーピング。どうやったら脱出できるの？ The methodology for waking up。 メソドロジーって何でしょうね。起きる方法？ Waking up from a dream is not well understood。 まあこの夢から目覚める方法っていうのはいまいちまだ解明されてないと。Some wake with ease with only a vague memory of what occurred here。 まあここで何が起きたのかっていう記憶をちょっと持った状態で目を覚ます者もいると。Others are trapped indefinitely。 もう半永久的にこの世界に閉じ込められてしまう人もいると。Their comatose body is slowly rotting in the real world。 まあその下界というか現実世界ではもうこの脳死状態の体がどんどん腐食していくんですって。A dying dream provides no release. You'll simply awake anew. この夢の世界で死ぬっていうのは本当の死ではなくて何回も目覚めるだけ。なるほどね。まあ脱出はできないと。わかんないね、脱出方法は。ね、フォント可愛いですよね。いいよね。おしゃれ。Dangers. As those trapped in the dream, watching the real world, they turn into deranged living corpses here. Oh, 現実世界でこの夢の中に閉じ込められてそのまま死んでしまった人がここの、死体として現れると。Dream accumulates more such unpleasant residents each year. 毎年そういう、不幸な死を遂げた、住人を集めているのよっていうね。Such it's critical that you avoid attention until you are properly armed with tools to defend yourself。 まあ自分のことを守れるツールを手に入れるまでは、なるべく避けて逃げた方がいいって。While dying the dream is temporary affair, the experience is still horrible, so you must be careful。 まあこの夢の中で死んでしまうっていうのもね、まあ、そもそもひどいことだから、できる限り避けないとダメよ。Magic. In order to invisibly observe you earlier, I used a spirit twig. このスピリットトゥイックっていうこの魂の枝。魂の枝を使うことで、姿を消すことができるらしい。Simply by snapping the twig in my hand, I'm able to briefly move about as if I were a phantom. まるで霊下のように、この小枝を指の中でポキッとやると姿を消すことができるんですって。In the real world, magic is the province of charlatans. But remarkably, in the dream, magic is real. I am a novice magic user. You wanted to seek out the filthy lech to learn more. 私も魔法を最近使い始めたばっかりだから、あなたも魔法が使いたかったら、このフィルシーレッジに探さないとダメよって。誰でしょうね。ないですかね。I'll let you explore then. なら探検してきなさい。自由ですね。The mansion reconfigures itself each night, but you should be able to find me in the study easily enough. Study っていうと、書斎ですかね。毎晩死んでしまうと、毎晩死ぬか分かんないけど、毎晩ね、マンションの形は変わるんですって。なので、彼女に会いたかったら、書斎にやってきなさいって。あ、鍵を渡しとくって、ありがとう。Oh, and Nightingale. Don't be discouraged if you die, as you have already seen, it's only temporary. 死んでも、諦めないで。一時的なものだから。It sounds perverse.But death truly is the greatest teacher. まあ死ぬことでいろんなことを学べるわって。またね。なんでなん。もうちょっと教えてくれていいんじゃないですかね。ニューグエスト、ファインダル・フィルシー・レッチ。フィルシー・レッチさんをね、見つけましょうか。どんな人かわかんないけど。皆さん、こんばんは。ありがとうございます。よければ、高評価よろしくお願いします。ジミーちゃん。ジミーちゃんね。おはげの。おはげのぴょこ太郎ですね。戻っちゃった。で、これ閉めて。ここは多分敵がついてくるんだね。サインないもんね。トグルポーズメニュー。カレントクエスト。これかな？
Find the filthy wretch to learn the occult arts. 彼からこのオカルトのマジックを学びなさいって。あとはマーガレットには書斎ね。なんかセーブポイントっぽいの書斎ね。Bandage heals any bleeding build up. The bleeding status effect. なあ。これはなんか回復するって感じじゃないですね。出血を抑えるだけのアイテムですね。いいじゃん。サクッと。15歳の女の子でこのナイフをこんなね、風切り音立って振り回せるだけですごいよ。誰もいませんね。これでも行った方がいいのか。一応まあ探索した方がいいのか。あ、いるじゃん。あば、埃がひどいわ。埃がひどいわじゃねえんだよ。グーグルミニマップ。あー、出ますね。いい。来ない。来ないんだ。戻ってきそう。いや、ナイフをね、ちょっと試してみたいよね。ローグライクなんで、どんどん死んでいかないとダメだと思うんだよね。なんか落としてない、これ。サーチ。ブランクスクロール。あ、ブランクピースオブパーチメント。あ、スペルも自分で作るんですって。巻物ですね。ここになんか呪文を書いたりできるらしい。わ、すごい顔だよ。ほら、ほら、いて、ほら、ほら。ほらBe sure to search bodies. 見つかりました。Strange kind です。It has subtle iron sense. 鉄の匂いがするって。わかるわ、鉄の匂い。Corrupted finger. 指ですね。Filthy finger. 死体の、ゾンビの指。ああ、いいですね。体力35。あ、こういうの好き。好きよ。ファリング。まあ、倒すと Corrupted finger が手に入ると。Charlotte did always like to help in the kitchen, didn't she?シャーロットはいつも台所で手伝ってくれたわよね。いいね、こういうの好き。Empty jar。Empty jar です。体力の回復とかね、どうでするんだろう。いいね、BGM がすごくいい。まあ、BGM というか、サウンドエフェクト。Holy Candle。Virtually heals。Curse Damage って書いてあるよ。HP だけじゃなくて呪いもあるんですか。 Dispel nearby magical trap。 あ、これでね、近くの魔法のトラップもするらしいけど、うわ、こんなところまで来ちゃったよ。行けるとこありすぎてね。まあ、端から行きますか。逃げ方がクロックタワーっぽい。クロックタワーはね、自分も実際に遊んだことはなくて、昔実況動画見たぐらいですね。いいね、このギリシャ感のある、ギリシャローマンな感じ。いいじゃん、バッハみたいな。こんにちは。いいですね、バロック。何これ、ハーティーロールって。ハーティーライトロール is a variety of seeds。 ライムギパンですね。いろんなゴマみたいな。いいじゃん、 BGMすごい。ヒーリングアイテム。スコーン。あ、スコーンで回復するんですよ、体力が。なんてブリティッシュな。あ、引いてますよ。あ、行っちゃった。いて！なんか俺ビンタされた？俺ビンタされた？今。なんでやねん、なんで、なんで、なんでなん、なんで、え、嘘でしょ、え、ほら
俺にはまだ早かったようだ。なんでな、なんでビンタされなら、ちょっと待って、こういう時にこそもしかしたらホーリーキャンドルを、あ、しかも敵の種類58種類、すごくない？58体も敵いるんだよ。ダークソウルじゃん。この汚い指はどこに使うんだろう。ワーディングキャンドル、いやでも回復まだそんなしなくてもいいと思うんだけどね。あっち後にしようかな。バンケットホール、あっちも気になるな。まず順番に、おさ、それこそれ、なんもない。これ多分無理だよね。大きいもんね。無理だよね。物は試し。うわっ！サーチしちゃった。バンデージです。あ、痛い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 。はい、さようなら。待ってね。敵が追ってくるかどうかをね、ちょっと。あ、ローグライク要素が割と強めなんで。ね。様子見ながらやっていきましょう。いや、普通に怖いじゃん。またなんか、寝てますね。寝てるけど、リピードール。I'm loving your harmless, yet harmless. 無害な子供の人形。Place to create a distraction. なるほどね。これで注意を引くことができる。リピードアラーム。パラーモ。foul intent filled the streets of Palermo before the horror began. The city had 6 lawyers, 16 bakers, and 9 police. Then 3 police jumped to their death. On the following day, each police devoured 2 bakers. On the following day, 2 lawyers leaked their lists in Palermo, but a handful of lawyers.Bakers, and please remain. これなんか謎などですかね。ね、え、すごい、ね、異常な匂いがパラモの街を覆っていたって。恐怖が始まる前、その街には6人の、覚えてね皆さん、6人の弁護士、16人のパン屋、9人の聖職者、そのうち3人が飛び降りて死んでしまった。あ、聖職者ね。聖職者が今6人。その次の日、プリーストは、each priest、6人いる司祭さんが、それぞれ、2人ずつベイカーを食べたと。だから12人のベイカーを食べたんだね。OK？ だから4人ベイカーがいるね。4人ね。で、その次の日、2人の弁護士が、手首を切って、亡くなったと。それでも、あのパラーモには、たくさんの弁護士とベイカーとプリースが残ってます。順番に446ですね。446だね、多分ね。だよね、計算間違ってない。446です。いやー、俺こいつ動くと思うな。大丈夫かい。オカルトライブラリーキー。いいじゃん。これパーマネント。あ、パーマネントですね。この辺はやっぱちょっとその、ローグライ、あっ！ちょっと、やめろって。二人で勝手に襲ってくるのが。あ、スピリットトゥイッグ。A Nard Magical Twig。触るとちょっとあったかいんですって。で、これをポキッとやると、スピリットに5秒間なれると。なんで動いたのこれ。ほら、浮いてるじゃん。絵が。
おります。行こう。さあ、ここの敵倒してあるからね。あれ、またここは別エリアだね。あ、オカルトライブラリーじゃんこれ。早速、これ何、インスペクト。 The Night Mother remembers We are her bricks and blood is her mother。 どういうこと？夜の母は覚えている。我々は彼女のレンガであり、彼女の血であったと。あ、いるじゃん。ウェルシュカントリーハウス。そう、なんかね、ウェルシュなんだよね。イギリスの。ウェルシュってめっちゃ訛り強いところですよね。A mansion house situated on a hill on a Montmartre between St. Alice Church and Blindbach Abbey's. Abbey's ruin has fascinating and tragic history. Built by coal magnate Alfred Marston in 1869,The house was initially designed as a country gateway before a series of terrible events led to it becoming the private residence of an American doctor, a cholera clinic, and finally, mental asylum. まあ、1869年に炭鉱ですごいお金持ちになったで、アルフレッド・モスティンによって建てられた建物らしいんですけど、どうやらその後、アメリカの医師によってひどいイベントがあったと、後にね、アメリカの医師によって買い取られて、最初はコレラ用の、ね、診療所として、そしてついにはメンタルアサイルム、精神病院になったというわけですね。本当にありそうだね。かわいい。これ、フィル・シーレッチなんじゃない ?Oh, a new visitor to our dream, how exciting!A filthy wretch です。新人だね。I don't have a name exactly. はい、もう動くのやめて、本当に。I don't have a name exactly, but most folks around here call me the filthy wretch. 名前はないんだけど、ここにいる人はみんな僕のことを filthy wretch って呼ぶんだ。I consider myself a tutor of sorts in the occult arts. You seem like you'd make a fine student. オカルトの技を教えてるんだ。君はいい生徒になりそうだ。Before we get started,I have one small request which you might find a bit off-putting. 始める前に、そうだな、君は不快に思うかもしれないが、あることをしておきたい。I'd like you to bring me a clubbed finger, fleshly clipped from one of the undead. ゾンビから取れる、このクラプテッドフィンガーを持ってきてほしいんだ。持ってる。最初から持ってる。Now, don't look so scandalized.You don't even know what it's for. それが何のためかもわからないのに、そんな顔はしないでくれ。I'd suggest targeting one of the sleeping zombies. 寝てるやつをやればいい。立ってるやつやりました。I appreciate this is an unusual and difficult request, but I assure you the end result will be worth it. 大変なのはわかるけど、これをやることで、すごい、リワードが待ってるから。持ってますよ。いいですよ。Yes. Excellent. I won't ask where you got it. どこで手に入れたかは聞かないでおこう。Now, what I'd like you to do is eat the finger. What? 指を食べるんだって。お前にしてもらいたいことは、この指を食べろ。Just kidding, pupil. 冗談だよ。Such body parts are valuable commodity with many uses in a dream. まあこういう体のパーツっていうのは夢の中ではいろんな使い道があるんだって。 As in life, you see the staunch line this room. ね、石の神殿が見えますね。 A curious ancient sink. Place the finger into its basin to activate it. ここに指を入れたら、ね、起動することができるんですって。It will help you remember items you might otherwise have forgotten each night. ああ、なるほど、セーブだ。セーブができるんですね。
You'll find shrines like these throughout the mansion. マンション中にこのシュラインがあるよって。Just as not two people alike, so are the shrines. Each one will require a different offering to activate. まあ、二人と同じ人がいないように、シュラインもそれぞれ姿が違うと。もちろん、要求するものも変わってくると。だから体のパーツが変わってくるってことね。Each new shrine you activate will allow you to remember one additional item. まあそのそれぞれのシュラインに行くと、だ1個のシュラインにつき1個だけなんだアイテムを覚えられるのが。Return to me, pupil. Once you have activated the shrine. Shrine を activate したら私のところに戻ってきなさい。はい。これね。Yes.Plus, fun item remembrance slot. あ、アンロックしていく感じだ。Manage your remembered items. そうですね。どれを覚えておこうかな。悩むな。悩みますね。ナイフかな？いや、ナイフはね、割と一番最初に手に入るんじゃねえかって気もするよね。ね、見た目とか雰囲気めっちゃいいですよね。クラシックな、オールドスクールな感じで。いや、これどれにするみんな。どれにします？ちょっと悩んじゃうよ。でもやっぱイギリス人としてスコーンは外せないよね。うん。まだティーを手に入れてない、ティーを。ちょっと俺、ティー飲みます、ティーをね。自分用のティーを。皆さんよ、もしよければ、めっちゃ下回りませんけど、高評価よければよろしくお願いします。まあ、いやー、ナイフか、ナイフでちょっと保険取っといていいですか？もしあれなら変えたらいいしね。2周目だよ。はい、戻ってきました。Our next lesson will be the casting of spells.次のレッスンは呪文の唱え方だ。You may be skeptical about the existence of magic in the real world, but there is no doubting its power in the dream. 現実世界では魔法なんて信じられないかもしれないが、夢の中では本物さ。Now this blue scroll, focus your attention on the seal and imagine it, blinking while you wave your hand over it. この青い巻物を持って手をかざすんだ。The seal will blink. The magical energies contained within consume the scroll and escape. まあこのスクロールに封印された魔法が解き放たれるだろう。The blue scroll is a protection spell, giving you an invisible suit of armor that will absorb a few hits before dispersing. ああ、なるほどね。この青いやつは防御魔法で。まあ、使うと、無敵のスーツを手に入れることができると。何発か耐えることができるらしいです。There's a price, however. しかしそこには代償がついてくる。Using magic will cause fun to become slightly cursed. The effects are numerous. ああ、なるほどね。魔法を使うとちょっとずつね、呪われていくんですって。で、まあ、その副作用は数え切れぬほどあるって。Glaying of the skin.どんどん肌が灰色になっていく。ダクソじゃん。An increased awareness of paranormal activity nearby. 産地ですね。近くのその異常現象に気づきやすくなってしまう。Next. Strange and horrific sights previously hidden will reveal themselves. もともとは見えなかった世界が見えるようになっていく。Everyone has tolerance for being cursed, which if exceeded leads to a rather rapid internal rotting process. まあそれぞれこの、呪いゲージに関しては耐性があったりなかったりすると。In that case, use a rotting candle immediately to reduce your curseness. このワーディングキャンドルを使うと呪いゲージを下げることができるって。まあその下界、現実世界ではね、どんどん、体が死んでいってるんで。Enough blood.Give that spell a try and then see me when you are ready to learn more. 試してみましょうか。どうやって使うんだろう。
どう使うの？どう使うんだろう？おー、使っちゃった。あ、今なんか青いゲージが入ってる。これ？これかな？啓蒙が高まっちゃう。懐かしい。To class your own spell, you'll need a grimoire. グリモワールが必要ですって。魔法を作るためにはね。It so happens I have an extra beginner's grimoire you may have. グリモワールくれました。初心者向けの。You can use that table over there to create your spells. ここでね、魔法を自分で作ることができるんですって。ただ、ブランクスクロールが必要ですよ。あと、サムワックス。ワックスが必要なんだ。Come see me when you are done. 終わったら、やってきてくれって。ワックスは持ってないんじゃない？あ、誰かいる！誰やねん。あ、ワックスあるんじゃない？ここに。スピリットトゥイックでした。今のところめっちゃいいゲームですね。ドアヘックススペル。Places a hex upon a door. Anyone who opens it will be engulfed in the cloud of cursed energy. Effect lingers for several seconds. なんかその自分が、ああ、すごいね。50カースダメージ。50カースダメージ自分のか。ああ、3つありますね。アーマースペルとか。アーマースペルさっきのやつですね。ダミースペル。これはね、summons a lifelike dummy of the caster. 俺そっくりな、ね、ダミー人形。召喚することができるらしいです。これでも使うとダメージがすごいね。カースダメージがね。まあ、今のところ、ワックスないからね。ワックスは、ローとかって感じ？皆さんこんばんは。ありがとうございます。ほら、勝手に動かないで。よければ、高評価、いいね、よろしくお願いします。初見さんはチャンネル登録、よければしてみてください。いいかな。この人も殺しちゃおうよ。サクッと。ね。違う。ちょっと待って。俺のナイフは？ナイフ装備してよ、ナイフを。使っちゃったよ。あ、なんか俺肌茶色、灰色になってない。ウィーン、トレンチコイン。石像化してる。嘘。ゾンビです。これらペーシェント。あー、なるほどね。俺なんかもう石化始まってるじゃん。これ。あ、イエローワックス。嘘、もう石化始まっちゃってるよ。いや、呪いゲージめっちゃ高いよ、もう。ほら、なんかもう画面も、ノイズ入ってきたし。大丈夫これ。いるじゃん。いろんな人がもう。黄色。武器の変え方覚えとかないとダメだね。これで装備するしかないんだ、多分。ここの音めっちゃさ、ダークソウルじゃない？この BGM とこの効果音。めっちゃダークソウルじゃん。わかります？このなんか、懐かしい感じ。とりあえず順番に行きますか。まあ、死んだら死んだでいいんですよ。あ、スタディだ。いるぞ、ここに。彼女が。レッドハーブ。うわーん。いました。こんにちは。これ人によってあれだね、フォントが違うんだね。面白い。 I wasn't expecting to see you so soon. そんなに早くやってくるとは思ってなかったわ。 I believe you'll do well in dream. 夢でよくやってるみたいね。 Let me give you a little gift. あ、あなたにプレゼント。指輪ですね。私の昔の指輪。 If you die in dream, you'll lose most of your items. 夢の中で死んだらアイテムのほとんどなくしてしまうわ。But some blessed items, like this ring, will survive from the night to night. こういった、なんだろう。加護を受けたアイテムっていうのは、夜を挟んでも、夜をまたいでも、残った状態でいると。Questions? マーガレット。あなたは、a father
My father is a Dr. Robert Blackett, famed American physician turned Welsh asylum owner. このウェルシュアサイラムのオーナーになったアメリカの、議会ですと。Have you heard of the composer Johann Sebastian Bach? He's my father's favorite. でしょうね。大体わかるよ、なんか。バッハっていう作曲家知らない？彼が私の父のお気に入りなの。バッハは、Near Impossible Task by King Frederick of Prussia devised the accompaniment to a complicated melody on the spot。 まあそれぞれのシーンに適したメロディーをね作れっていう風に、このプルシャの、フレデリック用に、不可解な不可能なもうほぼ達成できないような任務を課されたの。 You see, King Frederick loved to humiliate visitors to his court in this way。このキングフレデリックはこんな形で、彼の王宮を訪れた人をバカにしたかったのよ。By having them fail at something they were supposedly excellent at。彼らが得意だとされるところで失敗するのを見て楽しんでいたのよ。これ本当の話かな。Barth completed the task much to the amazement of everyone in the room。それでもバッハはその不可能な、難題を実際にクリアして、部屋中のみんなを驚かせた。When I first started learning how to play the piano at the age of 8, my father gave me the same challenge。私が8歳でピアノを弾き始めた時も、私の父は私に同じ試練を課したわ。実際、he gave me that same challenge every day for 4 years。4年間毎日よ。笑わないで、お絵描きさん。When finally I had learned enough counterpoints to complete the challenge。その彼の、試練に攻略していく方法がだんだん分かってきたとき、He congratulated me for taking 4 years to match when Bach had done in a single night。 バッハが一晩で成し遂げたことをようやくできたって言って認めてくれたのよ。 My father always aspired to match the achievements of his heroes。 ずっと彼の英雄に憧れてるの。自分のね、ま、家族であり娘をマッチングさせたいわけだ、その伝説と。He just never realized that his hero was really King Frederick, not Bach. それでも彼は彼のヒーローがキングフレデリックだったとは気づかずに。すごいね、ちょっと深いね。これちょっとじわじわ聞いていく感じにしようかな。一気に聞いていくとね、ずっと読むばっかりになっちゃうんで、たまに見かけたらにしましょう。皆さんこんばんは、ありがとうございます。いや、このゲームいいですよ。だいぶいい。思ってた5倍ぐらい。で、こっちかな？だいたい見て回ったもんね。このね、像とかもそのうち動くんじゃねえかな、みたいな。マーブルギャラリー。いいね。大理石コーナー。リムーブカバー。いいのかな、カバー外しちゃって。イエス。お、なんか穴開いてますよ。深淵を覗くとき。笑わないで、笑わないで。せっかくかっこいいこと言おうと思ったのに。インスペクト。あ、中入れますよ、ポータルに。入ろうよ。わーん。お？お？誰？A new arrival. It has been a while. 久しぶりに誰がやってきた。 I'd introduce myself, but I'm afraid of forgetting who I was. 紹介したいところだが名前も忘れてしまった。 One visitor gave me the horrific, honorific Lord Nobody of Nowhere. Nobody of Nowhere って日本語に直すの難しい。どこでもない、なんでもないもの。 I quite like that title.こんな称号がなかなか気に入ってる。I'm afraid to find out who I was before. 以前は何者だったか思い出すのすら、最近は怖くなってきた。Perhaps I wasn't a good person. きっといい人間じゃなかったんだろう。I still faintly remember things, smells, tastes, an uncanny sense of having seen something before. 匂いとか味とか、どこかで感じたことのような、感じたことがあるような、センスは思い出したりはするんだけど。That's why I enjoy photograph.
だから写真が好きなんだ。They bring back so many feelings. 写真を見るといろんな感情を思い出す。Have you ever used a camera? It's quite simple. あ、写真ですよ、こっから。写真使ったことあるか?シンプルだ。もし使いたかったら、いいカメラがあるよ。売ってるんだ。無料であげよう。コインが欲しいんだ。You see, I cannot leave this place, so I purchased photos from budding photographers such as yourself. 君みたいな写真家から写真を買ってるんだ。こっから僕は出られないからね。And such, you'll be able to make back the purchase price on the camera in no time, I'm sure. 写真はね、ないけど、カメラは?これ買いましょうよ。ドライプレート。So, since you have a new camera, I've got a favor to ask. お願いがある。My photo collection is solely lacking photos of supernatural varieties. 超常現象の写真があまりないんだ。なんかスピリットとか何かの写真をくれたら特別なギフトをあげるよって。They normally can only be seen when you are cursed. 呪われてる時しか見れないからなって。But you can take a picture of them anytime. でもいつでも撮れるんだ。どうやって写真撮るんだろう。これかな。おおおおおお、あ、すごいね。ちゃんと 2.5D だ。これじゃダメ?写真じゃ。どう? Need more life. オファー。ダメ?これ出ますかじゃあ。これ何なんだろう?うわ、また誰かいるし。Oh, now you look familiar. どっかで見たことあるな。No, I suppose not. I haven't visited in a while, and I guess I'm overexcited. いや、見たことない気がする。久しぶりに誰か来てちょっと喜びすぎたみたいだ。私の名前はローズ。女の人?おっぱいですかこれ。私の名前はローズ。Don't remember much else but my first name. 私のファーストネームよ。So that will have to do. それで十分でしょ? Don't take this the long way.But you seem like the type of girl who carries around a lot of junk she doesn't need. ああ、なるほどね。何がしたいか分かってきたよ。いろんなものを持ってるみたいだね。でしょ?私はジャンク品が大好きなの。It's the only thing keeping me sane in this starry park tree. そういうジャンク品を集めることで、この煉獄の中で正気を保ってるのよ。We're somewhat sane, better than Mr. Photographs over there, at least. まあ、なんとか正気を保ってるって感じね。あの向こうにいるミスター写真家さんとは違って。I've got a keeping, a heaping mound of coins. So if you have any extra items, I'll happily take them off your hands. これ、コインどこで使うんだろう?コインとね、ジャンク品をね、交換してくれるらしいですよ。これいらないんじゃない?これね。セルしましょうよ、セル。セル。エンプティジャー。エンプティジャーもいらないよ。ね。売りましょう。こうやってもうセルできた?あ、セルしてますね。今、コインが8つあるんだね。他は?いろいろあるなぁ。で、写真は売れてる?ああ、売れてますね、一応ね。まあ、行きますか。ああ、こっち側から開けられない。とりあえず戻りましょう。ここも行きますよ。ストレンジベッドルーム。これは?来たところと違うところに出るかも。ああ、なるほど。一番最初のところだ。ね。今割とね、写真撮れるんじゃないかなっていう。あっち、あ、ほらほら、ほらほら。撮って。あ、あ、あ、写真撮れねえ。フィルムちゃんと買わないとダメです。
真写真。フィルムじゃないのか。これね。一個。リロードして。一個ずつしかダメ。まあ、こっちかな。よし、ちょっとお茶飲みまーす。さて、あ、これでも敵っぽくない？これ。さっきいたよね、このガリガリのケージに入って。あ、いるじゃん、誰か。こんにちは。マスクドマン。マスク男。I've always loved this one. ずっとこれが好きだったんだ。こんばんは。自己紹介をしよう。だが、people don't generally wear masks if they want their identity to be known. 自己紹介したいところだが、本性が知られたくないものがマスクをつけるもんだろう。I've been here for so long, so I can scarce remember who I was previously anyway. あ、もうこの人もずっと囚われてるんだ。ずっとここにいすぎて自分が誰なのか忘れてしまったよ。I no longer have the patience to beat back the ever-glowing slums of animated corpses in this house. もうこの屋敷にいる生きた死体どもにはうんざりだ。As such, I have become something of a merchant. あ、商売をやってるんだって。笑わないで。I traffic in all sorts of goods. My inventory is always changing. いつもね、売ってるものは変わるらしいです。What good is gold? What good is gold in this nightmare? A coin's a favor, saved for later. 何売ってんの？あー、いいじゃん。なるほどね。クリアスリング。あー、グランドファーザークロッキー。あ、これも、パーマネントなんだ。コイン10個で買えられるんだ。あー、なるほどね。いいですね。パーマネントアイテム買っていきたいですね。また来ましょう。ディスロッジドパイプ。ウェポンですよ、ウェポン。どっちがいいんだろう。フィジカルダメージ3倍。ちょっとパイプ試してみよう、パイプ。あー、ちょっと遅いのかな。あれ？ここ見ましたっけ？え、銃持ってるよ。Lord Mustin won't like this. 銃持ってるよ。めっちゃ笑ってるし。What to do? What to do? あぶねえ。来た。おら。おら。おら。来るんだね、やっぱりね。あなたを何だろう。全然言葉出てこない。I failed you. 全然言葉出てこない。まあいいや。え、コインです。まあ倒したらコインだね。コラプテッドフィンガーも。かっこいいじゃん。あなたを失望させてしまってみたいな感じね。期待に添えずみたいな。ウルワックス。いいですね。この辺で写真撮ってみようかな。まあ、端っこから撮ったらなんか映るよね。さすがにね。撮ってみるか。はい、チーズ。何も映っとらんやない。なんか映るの。ああ写真撮ったとこなのに。いいよ、適度な怖さで。イエス。もう入っていきましょうか。ねえ、みんな話す内容はね、割といい。多分そんなに、まあ、みんな普通の人なんだろうね。現実世界ではもう、脳みそいかれちゃったけど、こっちの世界ではこう、正気を保ってるんだろうね。鍵かかってるね。ってなるとよ。ってなると、あ、スタディールームにまだハテナがありますね、なんかね。
このハテナなんだろう。違う違う。はいって。なんかあるはず。あー、これか。あ、ウェルシュカントリーハウスズ2。アルフレッド・モーシティン。Of Lancashire was born of modest means. He managed to build a coal mining empire after he was bequeathed a small plot in southeast Wales by his uncle. おじから引き継いだ、ところで炭鉱王になったんですね。Like many newly rich, Alfred hoped for more leisurely, aristocratic life for his children. まあこれね、貴族的な生活を望んだと。男楽しい、もう遊びにほうけるような。So off went his twins, Peter and Priscilla, to England for a proper education. だから彼の、双子の子供たちですね、ピーターとプリスラを、イギリスに送り込んで、教育を受けさせたと。In 1869, Morstan started construction of a country home halfway between the mine and Oxford.But Peter was pursuing a classics degree. オックスフォードでピーターはね、音楽を勉強してたみたいなんですけど、まあ、そのオックスフォードと、この家の中間地点に、カントリーホームを建て始めたと。それがこれですかね。なんかこれ手に入りそうだよね、これね。何があるんだろう。わかります？この上のマップでハテナマークついてますよね。話聞けってことかな。一応聞いときます、母親。母親のことはわからない。あ、中国で生まれたんですって。アヘン戦争の時にね。で、母は私を産んだ時に亡くなったって。でも彼を信じた方がいいのかわからない。嘘か本当かわからないんだ。そんなの関係ないと思う。母がくれたのは私のこの顔だけ。Which was not always an asset growing up in England. あ、だからだ。アジア人っぽいねって言ったのは正解だったんだ。イングランドではあまり見ない顔立ち。なるほどね。未来。私の父は後々はこの夢の研究をしたいと思ってるんですって。夢分析ね。And such I'll become the only administrator of the asylum.そんなわけで私が唯一のこのアサイラムの管理人になるの。As for the dream, we can say it has existed for at least 18 years. I suspect it will be with us forever. もう18年もこの世界が存在してるのよ。ってことはもうずっとあると私は思ってる。I only hope my father's research will find a way to vanish these wretched living corpses. ただ私の父の研究がこの、ゾンビたちをどうにか消し去る方法を見つけられるといいと願ってるです。夢来ましたね。あ、これで全部終わりだ。なんかハテナマークあるのすっげえ。あ、ここサーチしてないっていうだけですね。めっちゃアイテムある。なるほどね。あ、いいですね。このサーチ不足をハテナマークで出してくれるっていう、なんてラムノット用のゲーム。レッドワックスガバ探索卒業じゃん。カルトライブラリー。なんか呪文作ったら話しに行くんだっけ。こんにちは。 I've taught you everything I can for now. 教えられることは全て教えた。 To continue your studies in the occult, you'll need to find the first witch in the basement. 地下にいる、ファーストウィッチ、最初の魔女を見つけないといけないって。あ、これが東階段の鍵。ねえ、気をつけてねって。ガスパイプ？地下はなんかガスパイプがね、負傷してるかも。これに電気も消えてる。And the basement is not somewhere you wanna be without a light. 光なしじゃ痛くないような場所さ。いなくなっちゃった。親切設計。いや、ほんとにね、私にはありがたい。ね、洗濯音とか SE ですよね。ちょっとさ、でもさ、向こうも行きたいんですけど、やっぱ
こっちのピアニスト気になるな。走っていけばいけるんじゃねえかなっていう。やば、カースロット。あ、体力やば。あ、これ写真撮らなきゃ。嘘。おはようございます。アイテムは？アイストステアウェルケイ。ケイ。ケイは持ってますね。戻ってきちゃった。あ、プレゼントがある。ファーストエイドキットですよ。呪いの回復する術を見つけないとね。死んじゃいました、初めて。花火。アイテムもいっぱいあるな。さらっと死んでしまったな。呪い恐るべし。ブルーワックス。一緒だね。ちょっとこっちはやめとこうかな、まだ。まだ俺にはどうしようもない気がする。確かにプロシージャルではあるけど。そんな、ナイフ強いね。出が早い分。多いんだ。クリーピードール。ナイフ強いかも。こっちは、多いんですね。プロシージャル。やば。プロシージャルって言ってもっていう。あんまり変わんないよね。横スクロールだから余計にね。危ない危ない。ノーダメ。ノーダメ攻略。いいぞ。あ、ここじゃん。こんにちは。あ、もうでもいないんだ。ここはもしかしたらまだプロシージャルじゃないのかもね。まだチュートリアルなのかも。行きましょう行きましょう。あれ？こんなとこありました？大丈夫。パーン。あ、ポイズンアンチドートです。解毒剤ね。うわお！来るんじゃない？これ。行かなくていいか。いいよな、別に。オブランクスクルー。あ。あ、でも魔法使うとね、呪いゲージ溜まっちゃうのがちょっとね。何これ？ポタリーシャード。ノンディスクリプトリメインズオブサムシングポルセレイン。アンビースローントゥグレートディストラクション。あ、ディストラクションですね。オーディブルニアバイインザルーム。あ、近くの部屋まで音が聞こえるって。あ、走ってる音ぐらい大きい。走ってる音ってそんな大きいの？こんにちは。おしゃれなテーブル。お、あ、写真だ。病人がいますね。ベッドボックス。アイテムいっぱいだ。よし。ほら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 容赦ない。いや、これでも、早期アクセスだと思ったら、だいぶできてますね。ついてきてないですね、今んとこね。外までついてくるらしいんですけど。あれ？スタディールームです。アイテムいっぱいだよ。あれ？なんか変わってますね。あ、ちょっと待って、これ。パーマネントにするアイテムって毎回変えられない。あー、リメンバード。
一回ナイフ選んじゃったらパーマネントアイテム変えられないんだね。ありますね、ここね。マーブルホールウェイ。お、こっちにもあるじゃん。プロテクティブリング。ファイアダメージがマイナス 75%。それすごいじゃん。逆にファイアダメージ受けたりするってことね。とりあえず下の階に行きますか。やべ、やべ。ほら、サク、サク、サク。アルフレッド、すまない。コインいっぱいです。今の打撃でどれくらい食らったんだろう。バンデージ。イエローワークス。アイテムどんだけ拾えるの？この服のどこにそんなアイテムを入れる場所が。さあ、これでここが開くはず。着きました。ああ。スコーン。いいね。あ、外じゃん。リアハウスエントランス。お、インスペクター。The night mother remembers we are her bricks and bloodied and mortal. Yes. 何保存する？何保存します？これ毎回1個できるわけでしょ。毎回1個保存できるなら、これスコーンとか保存したらどうなの？装備だよね、多分ね。勝手にもうつけてるはずよね。装備つけてます？あ、両方つけてます。よし、オッケー。マックスヘルスプラス10。あ、いいじゃん。これ全然つけてなかったな。体力が今ね、6割ぐらいしかないんで、ちょっとスコーン食べてみましょうか。全開ですね。さーて、こっちには誰がいる？あ、いいじゃん、外。迷路っぽいな。あれ？なんか仮面をつけて、聖書を見せてます。Speak. I swear the church was this way, but there's only a wall. こっちに教会があったはずなんだが、壁しかないな。Oh, do forgive me. Sometimes I forget that I'm in this damnable shadow.A shadow world rather than the real one. 現実世界じゃないってことを時々忘れてしまうんだ。私は Vicar of Saint Alice. あ、セイントエリスのね、方ですね。教会の人がそんなマスクつけるかね。かっこいいね。It used to be nearby. 近くにあったはずなんだ。It feels like it has been so long since I've seen it. 最後に見てからしばらく経ってしまったような気がする。気にしないでくれ。You've been in the house recently? It positively leaking with evil, isn't it? 最近やってきたのかい？ここはかなりやばい場所だろう。As a warrior of Christ, I had once thought to save the poor souls in there. 私も一時は、キリストの戦士として、哀れな魂を救おうとしたが、今はもうここから逃げ出したいだけだ。You may think it's cowardly.I spent a few more nights here and you'll see. あと何番か、何夜か、過ごせば、君もわかるだろう。あ、ランプくれるんじゃない？ I see you staring at my lamp. I'll be happy to give it to you. マジで？君はずっと私のランタンを見てるな。ランタンが欲しかったら君にあげよう。いいじゃん。But I need proof that you are valiant warrior of Christ and not in league with a foul beast.In that house. 君もあの家の中にいる怪しい奴らとの仲間じゃないっていうことを証明してほしいんだ。Bring me the crafted heart of one of those lefty, a hefty poison spewing sheet covered abomination in there. どういうこと？プラプテッドハートは誰から手に入るの？脳ですね。いや、フィンガーしか手に入らないのよ。ってことは地下に行く前にこっちに行けみたいな。あはん。
はん。ここじゃない?多分ね。なにこれ?クリティカル、スピリットトゥイッグ、ワーディングキャンド、ユーズフル、カメラ、バイブル、カーストエクスプローラリング、リングオブパーセプション。これはさ、あれじゃない?おーおーおおお、なにこれ?痛い痛い、呪いゲージめっちゃ溜まる。止まって。痛い。うわお。これなんかね、迷路なのかも。ショッピングリスト、あ、ショッピングリストか。でもメイズでしょ多分ね。ぞ。おならしてんな。おならやば、おならやば。おならの呪いゲージがすごい。どうしよう。あ、毒っちゃった。嘘、毒っちゃったよ。いて、どっから出てきたあなた。嫌だ嫌だ、ここ怖い、ここダメだ。地下行ってみよう一旦ね。地下行きましょう。 でも多分地下真っ暗すぎて、あはーんって感じだね。ダメだダメだ。地下行く前にあっち攻略しないと。わ、何これ楽しいね。皆さんよければぜひ高評価よろしくお願いします。初見さんはチャンネル登録もよければしてみてください。左は行き止まり。いや、ちょっと俺あいつ倒せる気しないよ。ほら開いた。なんかこんなやつさ、ブラッドボーンにいたよね。難しい。めちゃむずいぞこれ。プレゼントダミースペル、まあ戦わなくていいっていう、多分多分それなんでしょうけど。あ、なんかこの感じ中華レストランでよくありますよね。スタディ、なんだろう、いちいちこういうのやっぱ見ていった方がいいのかな。あ、これトゥイッグ多分いるよね。トゥイッグをうまく使っていけってことですよね。別にコラプテッドフィンガーはなくてもいいんじゃないかなって気はしますけど。お前から心臓は出ないか。心臓をよくする心臓。どうだ?あ、出るじゃん。ビーストゾンビ。これらペーシェンツ。なんか敵のデザインがさ、ブラッドボーンっぽいよね。だよね、だって倒せないもんね、あんなでかいやつ。あ、いた!ああああ、悲鳴がかわいい、悲鳴がかわいい。あれ、まだバスルームアイテムが残ってる。バスルームアイテムオープン。あれ、アイテムどこだろう。サーチ、これか、回復アイテムね。で、影響受けてますよね。さっきの大釜持ったやつもだいぶ似てましたもんね。羽織ってる着物から、着物ではないけど、ほら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 、やめろ、これらを俺に移すんじゃねえ。この女の子のデザインとかもちょっと日本チックだもんね。海外洋芸らしくないというか。こんにちは。ほら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 。いい、でもこの
ピアノを SE にチョイスしたセンスはいいね。たまにやりますけど、いいよね。ゲームのスタイルに合ってるよね。浮いてないもんね。こんにちは、マスクの人。この人はこの人で、なんか、ね。コジ監督のね、キャラクターみたい。ワンカースダメージ。なんでこんなんつけるの？つけたら、呪いダメージが1ずつ入るらしいけど。さーて、ここも。お、お！ There's a small passage under the curio cabinet. 穴があるって。初めて気づいた。あ、いるじゃん、何これ。Let's room.捕まってますよ。あ、タクティクスマニュアル。Beach out attacks by dodging at the last second, then attack while the enemy recovers. 攻撃を一回避けてから、攻撃をすればいいって。Use a yellow dummy spell to create a distraction attack from behind. ダミーを出して、後ろから攻撃しろって。Briefly hide under the furniture to avoid projectiles or charging enemies. まあ突進してくる敵とか、何か投げられたら、一瞬だけその机の下に入ったりすることで避けることができるって。Cast a lead hex on a door or a wardrobe. Then place a doll or candle nearby to attract attention to it. なんかあの赤い魔法ですね。ヘックスをドアとか、こういうキャビネット、ワードローブに貼り付けて、その前とかに、人形を置いて注意を引けば、その罠にはめることができると。Use sound to your advantage. Fireworks can gather all enemies to a location of your choosing. 花火を使えば君の選んだところに敵を集めることができますよと。Running is a good local noise making option if you have nothing else.まあ何も持ってなければ走ることで、注意を引くことができるよって。Tailor the leggings you wear to your preferred combat style to maximize damage. まあダメージを一番増やすために、この指輪をね、使い分けろって。アデンダムエイプリル。1891年。In order to weed out dull initiates, this manual is no longer to be given out. もうこれ以上配られないんです。ってね、すごい自分の肖像が飾ってる。開けちゃっていいの？お、パーマネントゴーストリーリング。トゥドージアンドロールズ、アドブリーフウィンドウ。あー、なるほど。いいですね、これを使うと。待ってね、どっちどうやったの？どっち？あ、知らないとダメなのか。ちょっと待ってね、こういうことね。よしよし。あ、アイアンメイデン、これ入ったら死んじゃうよ。まあ長い。コンバットトレーニングプロシージャー、アクティベートミラーシュライン、Pull the chain to release the training assistant. Engaging combat dial repeat. え、できんの？そんなことが。チェーンを引く。なるほどね。これで。こうね。いきますよ。回ってくるじゃん。2発。あ、死ねる死ねる。めっちゃむずいやん。あ、しかもこっから始まっちゃうの、最初から。いや、もうコンバットトレーニング、コンバットトレーニングはもう配信外で練習しないとね。あそこで死んじゃうんだ。死ぬと思ってなかったな。いや、ちょっと待ってよ。コラプテッドハート手に入れたのに。ちょっと意地でもコラプテッドハート手に入れたい。
それだけ言っちゃおう。いるんでしょどっかに。いたいた。ほら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 。急いでるんで私も。いますよねここにね。いた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 。ほら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 。やばい、呪われてる。強っ。ポイズン、ポイズン、あ、ポイズン死んじゃう。ポポ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 ポ、あ、閉めちゃダメ、閉めちゃダメだって。ここにポイズンアンチドートがある。うわぁ、この操作性はね、やっぱありますよね。そうですよね。真面目に行こう。何これ嘘。うわ、このゲーム面白い。面白いよ、これ。盾手に入れただけですけど。このゲーム、面白いじゃん。サイレントヒル3もね、やりましたね。サイレントヒル3の主人公もなかなかでしたね、確かにね。あ、一回これスキップしちゃうと読めないんだ。あと毎回読める本変わりますね、多分ね。ランダムだね。家入りません。強すぎる。いや、ちょっとこのゲームめっちゃ面白いぞ。閉めて閉めて。あ、どこ行った？あれ？あ、いるじゃん。ほら。よしよし。よし。まあ、これはいいとして、この人だよね。この人どうするんだっていう。ほら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 。ポイズンしちゃうからな、ここで。硬い、これ。で、ここで、多分ここで出るんですよ。バンデージだ。バンデージだったらどうすんのよ。あ、アンチドート出ました。で、ここで回復すると。危ねえ。体力だいぶ減っちゃった。まあ、ないよりはいい。ちょっとあの、でもでかい盾持ちの人をね、どうにかしたいですね。ヒーリングアイテム、あ、いいじゃん。あれ？ヒーリングアイテムも投げられるんだ、これも。投げる距離って変えられないの？放射線変えたいよね。もうちょっと上向きで投げてみたいな。スコーンパワー、とりあえずランタンもらいに行こうかな。ちなみに指輪は？あ、装備してますね。盾うまく使いたいね。こんにちは。ランプ。トラップテッドハード持ってきました。Excellent! You are indeed worthy of this lamp.このランプを使うがいい。いいですね。ただこれもランプを装備しないといけない。じゃあ地下行った方がいいのかな。ランプどうやって使うんだろう。投げちゃった、もったいね。リメンバードアイテムをバーントリングじゃなくて盾にしてみようかな。あ、壊れるまでなってますね、でもね。ならいっか。一旦これで地下行ってみようかな。どんな感じで見えるのか。お、着きました。うわ、いいですね。
うわめっちゃいい。ロングルーム。スイートミリー。あ、ミリーいましたね。デッドガール。I still remember the trick. あの、おまじない知ってるぞ、覚えてるぞ。Open and close any door three times, then step through to the long room. マジで？ドアを開けて閉じてっていうのを3回繰り返して中に入ると違う部屋に入ってる。本当にそれ？サルファリックアシッド。何に使うんでしょう？いや、ピーキングはもうピークの意味ない。暗すぎて。うわ、めっちゃ暗いぞ、これ。お。お、ラボですね。研究室。怪しい。エンプティジャー。この辺でなんかできそうですね。イエス。何も出てこない。なんか数式が書いて、あ、いるじゃん。あれ？あれ？あなたはステイシスに出ていた。ドッタ・エリック・クラプトン。ああ、You must be Nightingale. 君がナイチンゲールだね。I've heard wonderful things about you from my daughter, Margaret. あ、マジでお父さんなの？マーガレットから君のことについてはいいことを聞いてるよ。ドクター・ロバート・ブラケット。もっと早く君を訪れなくて申し訳なかった。Oh, I see you staring at my head wound. 頭の怪我を見てるんだろう？ Nothing to worry about. 心配しなくていいよ。嘘でしょ？ドアが低くてぶつけちゃったんだ。老人っていうのはすぐに出血しちゃうからね。悪いタイミングで来てしまったみたいだ。So、I must be heading upstairs. 上に行こうとちょうど思ってたんだ。I'm sure we'll have plenty of time to get acquainted in here in the dream. 夢の中でまたしっかり話をしようじゃないかって。とりあえず今は私のラボを好きに使ってくれたらいい。悪い人じゃないですね。悪いキャラかなとか思ったけど。You seem like a clever girl. I'm sure you'll find a use for it.君は賢い女の子みたいだ。Enjoy the rest of your evening, Nightingale. 楽しんでくれたまえ。歩き方。先生、歩き方が。なんか作れそう。これ、あ、クラフトここでするんだ。アシッドジャー、ポイズンジャー、トニックジャー。ああ、いろいろありますね。面白い。日記もありますけど。まあ、てな感じでですね、今夜は時間もいい感じになってきたので、一旦ここまでにしておきたいなと思います。これどうですか？続き見ますか？皆さん。個人的にはこれかなり面白いんで、プライベートでもちょくちょくやりそうなんですけど、せっかくならね、皆さんも気に入ってもらえるんであれば、続きやっていこうかなと思いますけど、どうですか？いいよね。楽しいよね。ちょっと今日はね、いつもは全然噛まないけど、めっちゃ噛んでしまって、すごい恥ずかしいです。全然構わないのにな。というわけで今回の動画も皆さん長らくご視聴ありがとうございました。よければ高評価最後に押してない方よろしくお願いします。お、高評価あと100件までちょっとじゃないですか。初見さんはね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。というわけで皆さん、また次回の動画も見に来てください。では、おやすみなさい。